外国語、まあ、その現地の言葉ですよね、ベトナムだったらベトナムの言葉とか、まあ、そういったものが、そういった言葉が喋れないので、どういう仕事がありますかとかですね、まあ、パソコンだけでできる仕事なんでしょうかって、やっぱり聞かれますね。女性一人だと、やっぱり海外で特に、まあ、遊びに行く分にはいいんですけども、仕事をしながら生活するっていうのは、やっぱり、なかなか不安な部分もありますし、やっぱり、快適なコンドミニアムで仕事できたらいいですよね、パソコン1台で。まあ、そういう意味では、情報発信、そして一番早い情報発信の方法としては YouTube で、タイトルにこだわって、動画を短い動画でどんどん上げていく、そして公式 LINE につなげて、そこであなた自身のサービスを、オファーしていく、セールスしていくっていう方法が一番早いんだろうなと思いますので、これのコンサルを具体的にこれからもやっていきます。